おはようございます。ゼルダ界のファッションモンスターことトゲです。本日紹介していくのは、イーガダン装備ですね。はい、こちらの装備ですね。こちらの装備は、能力的なところでいくと静かさアップだけです。で、防御力も低いと。一番最初の段階だと防御力3ですね。数値で言うと3で、防御力低いんですけど機動性に、満ち溢れているっていう設定ですね。別になんか速くなるわけではないんですけど、静音性アップっていう形になります。で、なんで今さらイーガダンの装備紹介するんだと。あんなにね、いろいろライネルとか精霊とか、紹介しておいて今さらイーガダンかいと。ネタ切れじゃねえかと。ネタ切れではございません。全く絶対、これは手に入れてたんですよ、ずっと。それこそ結構序盤に手に入れてはいたんですけども、この服の紹介とその後にこの服でできることっていうのを紹介するんですけど、要するにこの服でできることはイーガダンに変装ですね。で、イーガダンに変装したら、イーガダンのね、基地に潜り込めて、で、そこでいろいろと教えてもらえると。術をね、ドトンの術を教えてもらえるんですよね。で、そちらドトンの術まだ俺ゲットしてないんです。ということで、今日はこの服のね、この装備の紹介がてらドトンの術を俺も習いに行きます。なので皆さんも一緒にドトンの術を習いに行きましょう、まだ持ってない人はね。で、前回の動画からそうなんですけど、動画にチャプターをね設定しておりますので、画面タップしてもらったら、秒数のところがあるので、イーガダンの装備持ってる人は、ドトンの術持ってない人はドトンの術のところまで飛ばしてください。俺が設定してるチャプターでね。イーガダンのマスクとかそういう装備ごと持ってない人は、ここから見ていっていただけたらなと思います。ということで、サクサクっと説明していきましょう。じゃあマスクから順番に行きましょうか。上から順番に行きましょう。ハイラル城がここですね。で、ハイラル城がここで、マスクが、直接的な答えを言うとここにありますね。位置関係的にはこういう感じです。ハイラル城が一番画面の上端に映ってるんですけど、ここですね。で、近くの祠で行くと、タダロ君の祠でね。タダロ君の祠、解放してる人は飛んで行っていただく。解放してない人は、ちょっとこれ目印にしていただいて、画面スクショだったり、一時停止で、大体の場所を覚えていただいてね。大体覚えてたら多分行けるんで、行ってみましょう。はい、タダロ君。タダロ君の祠は解放してない人多いかもしれないですね。洞窟の中でしたね。ということで、すぐ上に行きましょう。で、タダロ君の祠から出ていただいて、タダロ君から、右側って言ったらいいのかな？マップ見て、タダロ君の右、もう直で右ですね。右にガンガン進んでいきましょう。ちょっと滑舌が回ってないとこあったらマジで申し訳、聞き取りにくいとかね。ありましたらガチで申し訳ないんですけど、マジ睡眠せずに撮っちゃってますね、これ。金曜日終わって睡眠せずに撮ってますね。なんでかっていうと、普通に寝てない自慢とかじゃなくて、その寝るタイミングっていうのがあるじゃないですか。その寝るタイミングを逃したっていう言い方が一番正しいかな。寝るタイミング逃しちゃって、もう、なんか、いつ寝たらいいかわかんない。ということで着きました。ここですね。なんかここがイーガダンのアジトになってるんですけど、ここを一番最初に訪ねると、お前は、リンク。え？なんでバレるの？と、同じ髪の、忘れた、何そのギャグ。ギャグ戦、紛らわしいな、入っていいぞ。で、ここにマスクがあるんで、取れるんですけど、本来、もう、マスク、持ってないじゃないですか、そもそもここに来た時。マスクを取りに来たんだから。から一番最初は、入ると戦闘が始まりますね。このリンクの状態で行くと、こういう感じで戦闘が始まります。で、戦闘に勝利したら、そのままね、中入れて、マスクをゲットできるっていう形になります。で、もう戦闘めんどくさいんで、次行っちゃいましょう。次がイーガダンのスーツなんですけど、イーガダンのスーツがアッカレですね。アッカレ古代研究所があったところ。てか、あったところとか、アッカレ古代研究所です。が、地図の一番右端やね。アッカレ古代研究所に行きましょう。で、近くの祠は、女地異遊の祠ですね。行きましょう。はい、女地異遊ついたんで、女地上からどんどん上に上がっていく。道沿い、道なりに沿ってどんどん上に上がっていくという形ですね。アッカレ古代研究所、ブレワイやってた人は一瞬でわかると思うんで、もうあれですね、でかい建物ですね。あそこに、歩いていきましょうか。はい、来ましたと。で、そしたら、さっきと一緒ですね。戦闘が始まります。ドアノックしていただくと、はい、さっきと一緒ですね。で、これ倒したら、そのまま、中に入って、
スーツですね。スーツがゲットできます。この中に飯賀団のスーツ職人みたいな人がいるので、この中入ると、まあ、スーツが手に入りますね。で、すごい興奮も冷めやらぬまま、もうパパッといっちゃいましょう。で、ラストタイツですね。タイツが、まあ、ハイラルがここにあるとしたら、タイツがその上ですね。まあ、コログの森の右側。で、間違えました。左側。コログの森の左側ですね。危ない。で、祠、一番近い祠が、休養雨か天魔天ですね。どっちでもいい。天魔天多分洞窟の中じゃないかな、これ。だから、めんどくさいので、休養雨に行こうかなと思います。かっこいい。かっこいい消え方。休養雨に来ましたので、休養雨から、ずっと右に進んでいきましょう。ちょっとめんどいね。ちょっと遠いですね。ちょ、右下って感じかな。右斜め下に進んでいきましょう。はい、このまままっすぐ行っていただくと、まあ、イーガダンっぽいね。いかにもイーガダンだっていうあのカエルの、銅像がありますので、その銅像目印に行きましょう。で、銅像が向いてる方向がイーガダンのアジトになるので、銅像、まあ、迷わないとは思うんですけど、迷った場合は銅像が向いてる方向にね、行っていただければなと思います。すいません、嘘つきました。銅像めっちゃ真逆向いてんな。あれ？あ、なんか銅像あんま関係ないかもしれないですね。銅像あんま関係ない説ある？こっち向いてる。あ、まあ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 、ちょっと銅像あんま当てになんないか。逆向いてんのか。銅像が背を向けてる方向かな。そしたら、まあなんとかたどり着いたらあそこにいますね。で、そのままリンクのまま入ると、あの戦闘が始まるので、そのまま戦闘をしてもらって、中にタイツがあるという感じですね。さあ、ということで、今イーガ団になりきってるのでバレないんですけども、ここが最後ちょっとめんどくさいっすよね。ちょっとめんどくさくて、で、どこに、タイツがあるかと言いますと、ここやった気がするな。ちょっと取っちゃったんでわかんないですけど、多分ここに飾ってあるかなと思いますね。ちょっと中洞窟倒してから、ちょっとあの洞窟をね、探索していただいて見つけていただければなと思います。ここの可能性もあります。あ、ここです。ここですね。箱が目印、多分ここじゃないかな。すいません、めちゃくちゃ曖昧ですが、多分もうここまで来れば見つけれると思いますね。ブレワイ、ユーザープレイヤーなら。ということで、ちょっとなんかしょうもない話を挟みましたが、ここでこれだけでもう3つ揃ったと。服装がね、まあ要するに、まあ各地のイーガ団の基地にアジトに行って、イーガ団2人もしくは最後は3人かもしれない。3人だった気がするね、ここは。まあそれぐらいを、倒せば OK です。そしたらラストなんですけども、地図で言うと、まあちょっと左下かな、ゲルドコーチ消防台、ゲルドコーチ消防台の、横にですね、イーガ団のアジトっていうのがあります。そのイーガ団のアジトにラスト行きましょう。はい、消防台登っていただいたらすぐ右側ですね、またにイーガ団のアジトがあるんですけど、ここで注意点なんですけど、多分ここら辺からも入れるんですよ、上から。けどこっちは入り口じゃないんですよね。入り口はここなんですよね。注意点なんですけど、この手前側なので、ここに降り立つようにしましょう。はい、降りてきましたと。そしたらここ入り口が見えますね、前に。ここからまあ怒涛の術をね、習いに行くっていう流れなんですけども、必ずこの服装になっておくことですね。俺も今からは、突撃中も初で初挑戦になりますので、さあここで、門の前で話しかけます。よし、入れと。ガバガバですね。さあ、ガバガバ設定になっておりまして、あ、賢者勝手にしまってくれると。マスターソード持っててもいいのかな。マスターソード持っててもバレないのかな。ということで、まあ、マスターソード持ってるイーガ団なんていないはずなんですが、まあ、アホなんでこいつら、話しかけていきましょう。話しかけていきましょうってめっちゃイキってるけど、俺初めてだからね。まあ多分話しかければいい。どうか気候の力を存分に発揮してほしい。よろしく頼む。さあ、何よって感じなんですけども、発揮しろって言われても何よって感じなんですが、ということでちょっと中に進んでいきたいと思います。いや、懐かしいなこれ。ブレワイン、あ、ブレワインの時ここに女性が捕まってましたね。あ、なんか宝箱あると。なるほどなるほど。
OK です。なんとなく生き方分かったんで、もう一回ちょっと戻って、生き方のね、説明、怒涛の術の、攻略方法の説明していきます。まあ、ここね、まあ、ブレアイで懐かしの部分なんですけども、まあ、進んでいきます。まあ、ティアキンが初の人はね、まあ、この動画通り進んでいただいて、で、まあ、あからさまになんかちょっとね、祭りができそうな雰囲気のところに来まして、で、そのまま、はしごまあ、どこかしらのはしごで、まあ、はしごいっぱいあるんで、上に登っていきましょう。で、上に登っていったら、幹部がいます。で、幹部いるので、そいつに話しかければ多分ね、クエストがスタートすると思いますね。で、これ、雷鳴の、兜だったっけみたいなのもあるんで、これももらえそうっすね。雷鳴の兜奪われすぎじゃない？イーガ団に。お前もここで鍛錬していくがいい。なるほどね。リンクを倒すためにリンクを鍛えてしまう。皮肉ですね。結果を出した者には、この雷鳴の兜、五雷の兜だったね。五雷の兜を与える。マジ？そんな簡単に与えていいの？鍛錬とは決められた時間の間、永遠と団員たちと組手を行うものだ。なるほどね。100人組手的なね、試験なのかな。倒した人数によって与える褒美も違ってくる。なるほど。お前の強さを測ることも兼ねて。まずは1分以内に3人。いや、舐めすぎ。舐めすぎ。3人。楽勝でしょ。オッケー。ちょっとこれ容赦なくいこうか。ダッシュ一発。なるほど。オッケー。これで終わり ?3 人いった。オッケー。最速。いや、もう早すぎて言葉出てないんちゃうこれ。ああ。立っていられたら大したもんだな。え、そんなか。自信過剰やな。明かしてして持っておくがいい。え？いや、でもかっこいいな、これは。E型の聖地ももらえるらしいですね。いいっすね、これは。6人に挑戦できる。あ、これ増えていって、どんどんその雷鳴、五雷の兜に近づいていくんですね。オッケーいいと。最初の敵、てか脇、敵の枠位置は固定っすね。うまく立ち回れば。いい感じにね、早くいけると思います。さあ、何？はい、怒涛の章。これで怒涛の術が使えるんかな？さあ、9に行ったら、あれかな、五雷の兜かな。ということで、まあ、サクッと行ってみましょう。早くね？お前は思っていた以上の逸材だったようだ。我らが神器受け取るがいいと。はい、ここで五雷の兜もゲット。雷無効と。はい、そういうことですね。ってな感じで、すべてクリアしましたと。ということで、なるよね。ということで、怒涛の術をちょっと試してみようか、そしたら。怒涛の術ってどうやって出すんやろ。武器を持たないでため攻撃。なるほどね。あ、結構追ってくれるわ。自動で。自動追尾機能付きだ。いいんじゃないこれ結構。いた。自動追尾機能付きですし、まあダメージはちょっと雑魚いけどな。けどいいんじゃないでしょうか、だいぶ。うんうん、差し返しみたいな技も使えますし、どこ向いてても追尾してくれる。うん、結構反応速度も速いね。こんな感じで、まあ、賢者がいっぱいいれば別に怒涛の術だけでイーガ団殲滅できるって感じではありますね。まあ、賢者たちが強いけどね、なかなか。そのままこれと、なんか他にできることはなさそうですね。はい、ということで、本日は、イーガ団装備の入手方法と、で、入手した先に、できることね、イーガ団装備でできること、そして、怒涛の術の習得、で、思わぬ、産物だったんですが、雷鳴の兜、そして、イーガ団のパラセールの記事ね、結構良かったね、かっこよかったね。ということで、まだ持ってない人は、こちらの方を試してみてください。最後までご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということで、これからも服集めに励んでいきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。オーバー。